はい、おはようございます。安水でございます。今日はシンプルイズベスト。はい、今日は RX-02 のね、一番単純なね仕組みでね、ちょっと今日は撮影していきたいと思います。はい、ということでね、今日は RX-02 を単純なね、一番軽量システムでね撮影していきたいと思います。今日はねピクチャープロファイルはまあちょっと曇ってますんで PP の6でね、撮っていきたいと思います。ですんで最低ISO感度が100台ですので、ND のね64 1枚でことは足りると思いますんで、それでちょっと撮っていきたいと思います。はい、RX-02 はね PP の7までしか入ってないですね。 PP の8910、まあ、S ログ3ですとか PP.HLG ガンマっていうのはね、そもそも HLG ガンマ積んでませんからね。ですのでシネガンマですね、これはね PP の6は、普通のね709ガンマよりは一応ね、白飛びがしづらいモードにはなってます。結構ね昼間はね PP6 使えますよ。軌道差がね極端に激しくなければ、はい、これでね十分撮影できますよね。はい、ということでね、気温がねやったらあったかいんですよね。でまあいわゆるなんていうんですか、今日アウターっていうんですか、僕らの時代ジャンパーって言ってたんですけど、アウターはね本当いらないぐらいですね。ちょっとね風がありますけどね、あったかいです、めっちゃあったかいです。はい、これね札幌あるあるなんですけどね、雪解けのちょうどね今頃の雪ってね汚いんですよね。葉っぱとかね泥とかがねこう雪の表面にねこう溶ける間に浮き上がってくるんですよね。はい、曇りの日ですんでね、コントラスト感とかパキンとしたね絵にはならないですよね。はい、上空ねヘリコプターがね、まあ、ドクターヘリか報道のヘリかどっちでしょうかね、飛んでますけどね、まあほんとめちゃくちゃあったかいですね。多分ね今日気温2桁いってるんじゃないですかね。はい、3月23日水曜日の気温はなんとジェイソンもびっくり13度ですね。アンビリーバブルです。さすがに今日はあったかいですね。大勢の人がね出てますね。はい、ちょうどね何ですかね、ポラリスだかなんちゃらだかなんか2種類あるんですね名前ね。ちょっと超改造ズームでねアップしましたけれども、はい、こんな感じでございます。はい、いつものねライオンさんのところですかね。はい、今日はねあったかいんでね、ちょっとねあっちこっちちょろちょろしようと思います。おー、何やらね地下に駐輪場ができるんですね。収容台数1300台。はい、実はですね悲しいことに南1条と2条の間にあるブックオフさんのね並びにあるね、モツバーガーさんなんですけど、どうやらね閉店になるらしいですよ。撤退だそうですね。ちょっとね寂しいですよね。はい、南二条通りというねたぬき工事向こうに見えますけど、マクドナルドありますよね。まさかここのマクドナルドさんも撤退なんてことないでしょうね。はい、でねたぬき工事2丁目のねちょうどあの山岡屋家さんのあるところなんですけど、ここのね間はね意外とねいろんなねお店屋さんあるんですよね。ちょっとちょうどねお昼時なんで、それでもあれかな、お店開いてないところの方が多いのかな。
ここね、結構ね、いろんなね、お店がね、入ってるんですよね。はいはい、こんな感じでございます。あ、やってますね。たぬき工事の方に、まあ、抜けるんですけどね。はい、ここにね、たぬき工事のちょうどね、出てきます。はい、そっち側がね、1丁目方面ですね。はい、ね、ここのね、質屋さん、今日お休みなんですけど、このね、看板ってシャッターがね、面白いんですよね。この絵見てください。なかなか面白いですよね。はい、ここのね、二条市場の前のところね、広場なんですけどね、もうこの間までね、すっかり雪に、大雪で覆われたところが、これだけね、地面がね、出てきましたね。はい、でそちらにあるのが二条市場なんですけどね、まあ正直シャッターを下ろしてるね、お店も多くて、まだまだね、お客さんが戻ってる状況ではね、ないようですね。はい、創生街横のね、歩道はもうすっかり雪が溶けてね、歩きやすくなってますね。はい、上村、上村、寛薬堂、なんかここも歴史ありそうなね、お店ですよね。はい、何ですかこれ。ということでね、創生街の方まで、ちょうどね、この橋の欄干のあたりですけど、はい、ご覧いただきますように、もう雪がね、だいぶね、なくなってきましたね。はい、創生橋を作った人ですかね。どうなんでしょうか。あれ、あの、北電もなくなるんでしたっけ、この建物。違いましたっけね。間違ってたら北電さんごめんなさい。はい、目の前にね、ブワーンとね、裏テレビ塔がね、ここから見れますね。中央バスターミナルさんはなくなるのかな。なくならないんだったらごめんなさい。はい、札幌タイムズスクエアとね、NHK はここまだ閉鎖してないのかな。新しいとこね、まだ移転しないんですかね。なんか電気ついてるな。で、今日はね、ここの横の中央バスターミナル横のね、地下食堂の方にね、行ってチャーハンね、食べてきます。今日のお昼はチャーハンでございます。はい、やってきましたのはですね、札幌タイムズスクエアですね。はい、中のね、様子なんかちょっと見てみましょうか。はい、今日3月24日休館日だそうなんですが、休館日のせいでしょうかね。今日はね、人があまりいらっしゃらないですね。おー、色がね、変わりますね。すごいですね。はい、大通りからね、札幌駅に続く地下歩行空間ですが、まあ、人がね、そこそこ出てますかね。こんな感じでございます。はい、ということでね、札幌駅前に来ちゃいましたけどね、札幌駅前の温度計見えますかね。12.5 度ね、指してますね。はい、あったかいですね。はい、ということでね、札幌駅の中の方に来ましたけど、結構ね、人は、まあ、平均的と言いましょうか。まあね、札幌駅ですので、まあ、これくらいの人いるのはまあ普通ですかね。はい、札幌駅のね、北口になりますけどね、以前さ、今ね、八の時計台のところがですね、そうですね、ヘアカット専門店にね、ちょっと変わりましたね。はい、これがね、ちょうど北口になってまして、こっち側が今ね、多分新幹線の関係の工事ですね。
でこう逆の方向行きますとね、北区の方ね、東区、北区の方ね、ずっとつながる一直線のね、道路がまっすぐ続いてますね。はい、札幌地下エスタアピアのね、地下のところですけれども、はい、それでは今日はですね、ルーキーに札幌の地下街からね、お別れしたいと思います。結構ね、人は戻ってきてる印象がありました。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。ブレブレブレでごめんなさい。